おはよう。起きた。元気さんおしゃれだと。またじゃん。お久しぶり。生きてた。おしゃれだと。ルイベタさん、突然のゲリラ。ゲリラは偶然だね。だるまありがとう、元気さん。そう、なんか。タイムラインでよく、クラフトピアっていうゲームのやつが流れてきてたんで、気にはなってたんで。自分のアバターでプレイができるっていうね。これすごくない？ということで。うわ、じゃあ、暴れん坊さん、お久しぶり、お久しぶりじゃねえな。いらっしゃい。音聞こえる？もうゲームの音入ってんの分かる？入ってるよね。うるさくないか？大丈夫か？風間さんもおっしゃるやと。ということで、とりあえず始めていきますわ。かっこいいってさ、怖さと可愛らしさの間にあると思うわ。どうも、ダダダ、ジェットブランコです。こんばんは、こんばんはじゃねえよ。おはよう。はい。カズノさん、こんばんは、こんにちは。暴れん坊さん、音聞こえる。よし、はい。画面も見えるかな？目直ったんすか？直ってないよ。メンタもないよ。メンタもない。なんでないかわかんない。ぼんやりと？何？音がぼんやりするってことかな？暴れん坊さん、はい。画面は見えます。どう？ちょっと大きくなった？ルイベタさん、仕事終わってきました。お疲れ。仕事お疲れ。風間もうさん、ね、マジでワールドワイドウェブ。ぶっちゃけね、クラフトピアっ暴れていんうの坊がさん、ね、クラフ声がト聞ピア、こえますクね。ラフトピア、クラフトピア、クラフトピア、クラフトピア。もう全然ね、どんなゲームか全く知らないです。RPG っぽいのかな。RPG とマイクラ合体したようなゲームだから。ってことでもう、あれ、うっすらなんだね。なんだろう。うっすら？うっすらか。暴れん俺坊にさはん、すげカウント50オッケー。え。おい、暴れん坊さんカウント50ありがとう。もういいや。早速始めていくわ。コギミュンさん、おっしゃるやと。この世界ではね、星を投げると、落ち葉が、今だけ落ち葉になってやってきます。ゼイさんも、おっしゃるやと。ルイベタさん、ん？ RPG、ロケランカだ。なんだ？わーいのひさん、おはよう、おはよう。わーいルイベさタん、さん、お久しぶ電り、話音いはらっあしんゃい。まり聞こえないです。あ、本当に？なんだ？ゲーム音俺が下げたから。ゲーム音のせ、うわ、何が起こってんだ、これ。狂った。ずっとパンチしてる。なんだ、これ。ちょっと待って。どういうことだ。なんかおかしいぞ。ジローさん、小判ありがとう。ワイさんもおっしゃるやと。よくわかんねえ。ほら、これ。目ん玉見えない。なにこれ。何が起こってんの、これ。なんか狂ってんだけど。
ずっとパンチしてんだけど。どういうこと？え？あ、治った。なんだ？暴れんぼさん、元気がいい。無理無理。これなんかもっと近づけねえのかな。メンタもないよね。メンタもないんだよね。狂った朝日。狂った朝日で、ほんと。朝日から。わかんない。狂った昼間。ちゃんと動いてるっぽいよ、ほら。くるくるしてる W。パンチしてる、パンチパンチ。パンチパンチ。パンチパンチ。目玉ないよね。多分。目が真っ黒。チュートリクロストピアってキャラ導入できるんや。あのね、なんか VRM。みんなさ、メグちゃんとかほら、ヘプト君とかやってたから、あ、できんだと思って。誰かなんか、開発してるようなタイムラインも流れてきてて、すごい、早速みんな入れてたから、ねえ、これみんな、やっぱやりたいんじゃない？これみんなやりたいんじゃない？やっぱ。ちょっと目ん玉ないのが残念なんだけどさ、なんでねえのか、なくなっちゃってんのか。ああ、目ん玉はあった。あの、別の階層にあるから、ウェイトついてないからとかそういうのかな。面白いね。チュートリアル女で。見てこれ。カズムさん50カウントありがとう。暴れんぼさん、ダーダダさんもモヒカン乗ってない。うん、モヒカン乗ってるよ。これパンチの音は聞こえる？ダーダダの音声が以前より劣化しているのはマイクが変わった。マイクはね、変わってない。これあの。いいですよね。自分のアバター使えるの。ちょっと待って。マイクじゃ変えるわ。ルイデタさん。公式より先に開発するプレイヤーたち。ね、公式もあの、なんかやろうと思ってたみたいなこと言ってたね。これがコンデンサーマイクです。音ちっちゃくなったんじゃない？ちょっと。ちっちゃくなっちゃうんだよね。でも RTX が入ってるから、ちょっとこもったような音にもなる。はい。ということで、見て、チュートリアル女だ、チュートリアル女。チュートリアル女に話しかけようぜ。なんだ、チュートリアル女。マウスの右クリックで攻撃。わーいのひさん。ああ。音小さくなったけど割れてないから。木や石から採集するときは長押しでも大丈夫。子供のサンダルみたいな音がした。あ、これさ。これもう、誰でも殺せ。これ、体力ゲージか。もう誰でも殺せちゃうじゃん。チュートリアル女殺しちゃったら？どこ行った？ああ。ああ。チュートリアル女死んでる人？これ、あれじゃん。デモンズソウルみたいじゃん。ダメージ出せるんだ。チュートリアル女死んでるよ。チュートリアル女死んでる、これ。いいの、これ。暴れんぼさん、卵出した。卵、これ卵出した。泳いでる。ジャンプ。これ取った。卵取った。チュートリアル女卵産んだ。子供がどこにいるか索敵するのに便利なサンダル。何これ、チュートリアル女卵産んだ。ぬいさん50カウントありがとう。今クラウトピアっていうゲームをやってる。一回出て入ると生き返るとか聞きましたけど。いや、別にいいんじゃねえの。怖い、まるで狼じゃん。いえ、なんかゲットした。あ、触んないとゲットしたことなんで。
これチュートリアルやつ、チュートリアルやつら、みんな殺していいんかな。なんか手後ろになっちゃった。なにこれ。どういうこと。後ろに隠し持ってるの。ルイデタさん、卵せ。E でアイテムを回収できるわ。自動で回収できるアイテムは。ドン、ドン。これ逃げてもさ、すげえ。あっという間に死ぬ？これなんかどんどん下がってってるね。体力ゲージが。わーいのひさん。あ？ PK 狼。おなりくなりになった。はは。卵産んだ。卵産んだ。あはは。移動。移動。移動。これ、樽もなんか、あれ、あ、できんのか。泳げないんだな。え、泳げるよ。平泳ぎだけど。おー。食用油。あ、シフト、これもか。だいたい一緒なんだ。狼が人を襲っている。あ、なんか、ダメージ食らったのか、俺。ルイデタさん。で、でワールドワイドウェブ、チュートリアルやつワールドワイドウェブ。わーいのひさん。狼なのに平泳ぎとは W。暴れんぼさん。狼泳ぎ、なに。いや、チュートリアル人が。チュートリアル女さん。タブでインベントリー、アイテム一覧。クラフトメニュー。こうでも開ける。おー。あ、いや、すげえやること多そうだな。もう一回押せば消えるのか。タブでインベントリー。ミッションとかも。はい。卵、使用する。鶏の卵、良率なタンパク質。良質。日本語が変なのか。良質だよな。タンパク質を多く含むため、栄養満点、料理をする上では多くの用途があるため、切らしたくないでしょ。じゃあ、チュートリアル女殺してもいいんじゃないのこれ。やっぱ目ん玉ないね。モヒカンもずれてんの。なんだこれ。よし、チュートリアル奴らみんな倒していこう。やったったし、卵ゲット。卵。あ、あ、なんだこれ。こんなこともできんのか。あ、登れんじゃん。あ、のりすけ丸さん、熊でかいゲームですか。ノリスケおじさんいらっしゃい。熊でかい。熊でかいゲーム。わかんない。今初めて。全然前知識なし。アバターが自分になるっていうだけで始めたゲーム。これ道具を作るの。こいつ攻撃したら攻撃されるかな。うん。おら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 。おら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 。いいえ、卵ゲット。もう柱登れたよね。お腹が空いた。お腹が空いた。お腹が空いた。食ってみよう。利用する。食ってんのかな、今。食ったんだろうね、きっとね。ああ、下。これ下、どうやって切り替えるんだ？下の、マイクラみたいなやつ。
適応ダンスのレベル上がり、スキルポイント。割り振る。こういうことか。逃げんな、この野郎。ルイベタさん、そう。掴み方はよくわかんないな。やべえ、なんかもう夜になってきたっぽいんだけど。殺してる場合じゃなくなってきたね。アクティブスキル、ホットキーにドラッグして使用できる。アタックの形をしたアクティブスキルだけ。おい、最後の演出。飛びからの。アクティブ。ホットキーってなんだ?ショートカットだろうけど。クラフトの準備ができたら作業台作る。作業台だな。これマイクラと流れ的には一緒か。石のグライダー。グライダー、空飛ぶんかな。誰が空飛んでたな。時代の祭壇を作れば時代を進化する。もっといろんなものを作る。時代の祭壇。最大ライフ、最大スタミナを増やしていけば、ソーラーに登るね。ゾンビ出るのだ。マジで?この島を歩き尽くしたら次は天井の祭壇を。ちょっと。お腹すいた。お腹すいた。塩やったぜ。塩これ貴重じゃん。どうしよう。あ、なんか、魚っぽいのいる。パンチじゃ取れない。はい、拾ったぞ。まず何?お、なんかすっげえ、いっぱい。石を5回投げる。素材はもうめっちゃ手に入れやすそうだね。石を殴る。この武器では歯が立たない。あ、なんか鉱石があるんだな、これ。どんだけ?なくならないの、これ。木の斧を作る。はい。クラフト。武器。木の棒。もうこれ作れんのかな?クラフト。すげえ。作ってる俺。作ったー。木の斧を装備。装備。これドラッグすればいい。いいえ。ルイデタさん、いえ。木のツルハシを作る。カズエヌさん、無限に取れるのしら。ねえ、どうなんだろうね。無限に取れるのかな。木のツルハシを装備する。右手、左手ってできるのかな。ああ、できないじゃん。え、これいちいちでも、これを開かなきゃいけないのかな?あ、いちいちショートカットあるわ。こういうことか。原木を30個。今は14。もうレベル上がったぞ。
もうレベル上がったぞ。よし、こうやってもう、石を30個。石の作業台、石を30個集める。もう分かってきた。これも石なのかな？石だ。石作業台。わーいのひさん、森林伐採狼。もうまず森林伐採するよね。ゾンビはとりあえず出てこない。これで、スタッフで作業台、作業台作れないじゃん。あ、これでいい？これが作業台？ん？医者の作業台、クラフト。いいえ。装備して設置する。医者の作業台の装備？まあ、これでいいのか。え？設置したぞ。石の作業台でグライダーをつく。グライダー。グライダー。石6個と原木8個でつく。グライダーで揃う。多分装備しないとダメなのに。ん？え？ルイデタさん、デビルウィング。デビルウィング？あ、こういうことね。こういうことね。マナチョコさん、こんにちは。マナちゃんいらっしゃい。こんばんは。こんばんはじゃね、こんにちは。クラフトピアっていうゲームをやっています。自分のアバターが乗りました。なんかいちいちモーションがおかしくなる。こういうことね。ちょっと浮かんでられると。木の棒を作る。木の棒。木の棒を作る。ルイデタさん、フォートピア。ジャンプ切りをする。ジャンプ蹴りになった。たたけ。剣はどうです？両手タイム。枝の矢。研究室。作れちゃうじゃん。何でも作れちゃう。変なんてないぞ。動物を倒せ。届かない。距離感がわからない。逃げんな。結構重い。ドン。倒したぞ。これはなんだ。お、攻撃してきた。うわ、結構強いんじゃん。
やべえやつに手を出した、俺は。ニワトリだよ、ニワトリ。あ、ニワトリ逃げる。逃げるな、これ。ニワトリは逃げるぞ、これ。ニワトリは過ごせないな、これ。わーいのひさん。スライム。スライムがね、物って書いてあってたよ、物。かきもちさん。羊を狩るのに斧を使う狼。かきもちさんいらっしゃい。月岡翔夜さん。こんにちは。こんにちは、月岡さん。クラフトピア始めました。自分のアバターが持ってこれるっていう、あれで、あれしました。いきなり生肉食ったらどうなんだ、これ。うわ、マイナス。人生を学ぶ、学んだ。カズエヌさん。卵食う。腹減ったなってどうだったんだろう、あれは。あ、チュートリアルのやつら、また復活してる。卵無限じゃん。無限卵じゃん、こいつら。卵月岡翔夜さん、それは素晴らしい。無限卵、あ、ありがとう。ちょっとね、画面的に、なんていうの、インベントリーが見にくいな、これ。め。に。ゆでたさん、死ぬとき卵を産むとかピッコロ大魔王かな。ピッコロさん、自分であれだもんね。転生する展開なんだよね、あれ。一度に逃げ気を与えられない。距離感がむずいな。これで、ね、ジャンプ切りできた。アイテムを修理する。ライトアイテム直しまった。はい。ちょっとわかんないけど、やってみるか。さて、いつものロムです。修理。修理には何が必要なんだ？金が必要だ。金使っちゃった。金って俺どこで手に入れてる？耐久値減るんだ、修理すると。よくわかんないけど。キャンプファイヤー。あー。肉を焼かないといけないね。よし、これも作っちゃおう。弓を作っちゃおう。弓も作っちゃおう。多分これで鶏倒せる。え？キャンプファイヤー。そろそろもう原木がなくなって、で、キャンプファイヤー、はい、肉を焼きます。わーいのひさん、レベルが上がると作れるものが増えるのかな。ねえ、そんな感じかもね。かきもちさん、面白そう。そう、ロールプレイングも入ってるからいいよね。で、とりあえず原木をもうちょっと手に入れて。ルイデタさん、
今すまさに紅葉さんもクラフトピアやってます。あ、紅葉さん、さっきね、なんかあれいいねしてくれたような気が。Y でスキル。あ、なんか触れって言ったな。マナの自然回復量わずか。レベルアップ。体術。回避。移動プラス C。活力。満腹度。あ、これ。あ、これでもう終わりなんだ。振っちゃったってことか。レベル1個につき1ポイントみたいな、そんな感じかな。これ、なんか、この武器では歯が立たない。ああ、鉄の鶴橋とかそういうのを作んないとダメってことか。ラグいな。肉できたか？まだか。ジャンプ切り。ん？わあ、テンドむずいな、これ。やべ、自分のなんか作業台とかも。え？これ、俺燃えてんじゃん。ゆでたさん。俺燃えてんじゃん。マイクラ風味ですね。俺燃えてたぞ、今。製鉄できるんか。俺燃えてた。やば。ねえ。体力減った。俺燃えて体力減った。わーいのひさん。燃えてるワールドワイドウェブ。やべえじゃん。体力2しかない。マナチョコさん、生きててよかった。生きててよかった。カズメヌさん、生きてるだけで丸儲け。ワーイノヒさん、燃える狼。これ塩だけ食ってたらダメなのかな。流木破壊。原木になるだけか。ルイデタさん、塩1キログ。どう手に入れた？すげえな。妻で手に入れちゃう。塩、どのくらい食ったら死ぬんだ？貝も拾えるんだよ、ほら。貝。貝ってなんだっけ？石灰。川を手に入れた。やっと裸から解放されるのかな。川は佇んでいる。逃げやがる。めんどくさい。あ、キノコだ。キノコをゲットする。キノコ大好き。キノコ狩り。肉焼けたかなぁ。あ、勝手に、でもライフ回復してんな。なんか身がなってる、これ。やった？イエー。ハーブ。わーいのひさん。牛肉欲しいね。牛肉、ね、ジャンプ。ジャンプ。ご飯で。牛肉。逃げるなぁ。ドーン。炎が壊れそうだ。
ちゃんと報告してくれるのがいいね。お先にグロンです。お疲れです、カズノブさん。また。そうだ、これそうだ。そのく、そのくそ。そのくそもらった。なんだ、人のくそ。人のくそ。ルイデタさん。木の陰に隠れてたんだな。カズノブさん。肉は焼けたか。ほら、こう画面の下にね、マナちゃんがいるよ。マナって書いてあるよ。よし、肉を手に入れたぞ。食ってみるぞ。え？あ、アホか。焼いた肉。わーいのきさん、燃料なのか。マナチョコさん。ん？おお。これで、肉を食う。肉を食う。ん？肉を食う。弓矢を装備してみよう。矢は、ああ、矢はこうしとかなきゃいけない。立てたいな。矢はいっぱい作っとかないとダメだね。それで、よし、肉を食った。え？じゃあ、キャンプファイヤーの上昇気流をして。ああ。おお！どういうこと？すご。すご。キャンプファイヤーでこんなに飛べんの。すごくね。キャンプファイヤーでこんなに飛べんだ。え、しばらく動けない？なんかビビッ。ちょっと矢をもうちょっと作って。矢をもうちょっと作って。わーいのひさん、体重めっちゃ軽いんじゃ W。 ね、体重めっちゃ軽いね、ごめん。やっぱ時間はかかんだ。7 6 5 4。これでニワトリいけんじゃね？ニワトリいけんじゃね？ニワトリ狙っちゃうぞ。一撃。ニワトリ一撃。ニワトリ一撃。この変なスライムみたいなのどうなの？あ、こいつ倒すと金がもらえる。キーンって。すげえ。金がな、違った、玉か。金に聞こえたんだけど。キーン、いい音すんね。でもこっちが、こう、近距離で攻撃してこなかったら、攻撃してこないもんな。もうすげえ飛んでっちゃうんだよな。めんどくせえ鳥。すげえ。いや、めっちゃ強いんだ。おー、距離によってダメージも少なくなるんだね。結構な距離な。
外した。あ、出た。え？あー、そういうことか。何目、ゼロイン。ゼロインがあるんだね。松明持ってる意味あるのか。片方弓で片方斧とかできないのか。おー、すげえやることやれること多そうだね。おいしい。先ほどぶっ壊したらどうなんだろう。また持ってけんのかな？マイクラみたいに。あ、長押しで回収って書いてあった。なんかすげえ色々あんだな。一周した。回収した。市場を設置する。市場もう、すげえな、俺。市場設置できちゃうの？作業台。市場。農業施設ってことでいいのかな？研究施設。すごい。石が足んねえ。石。おやふとろうさん。こんにちは。しんとろうさん、お久しぶり。いらっしゃい。今ね、クラフトピアっていう。クラフトピア。っていうゲームをね、自分のアバターで入れるっていうことを知ってですね、早速やってみました。いや。ルイデタさん、BGM が穏やか。そうはね、穏やか。研究施設作っちゃうぞ。いきなりもう、え、時代進化さ、もうしちゃうの？もうしちゃうの？別に、インベントリーに入ってなくても、ルイデタさん、急成長。ねえ。
時代の進化には時間がかかる。市場で物を売って100ゴールドを稼ぐ。一応ミッションはできてってんのかな。ハープ使用すると回復なのか。どうなったんだろう。地上が使えるまでにはあと4分かかる。あ、見せてこれ。こっちが行ってなかったもんね。宝箱。何をやってんだこれ。あ、これを装備してると、パンチもしないってことか。パンチしなくなった。なんだこりゃ。モーションしなくなった。片手剣手に入れた。ん？なんだこれ。多分今これすごい狭い範囲にしか行けないんだね。うお。やばそう。クマやばそう。クマはやばそう。あ、あんなところに。あれ、どうやって登んだ。宝箱を発見した。あ、そっか。そういうことか。焚き火やればいいじゃん。焚き火じゃん。焚き火を。これで登れる。もらったからはこう。ん？急に降りるときにはどうしたらいいんだろう。あのね。この武器では歯がつかない。遠くまで行かない。気をつけないと、キャンプする。いや、でも木のダメージを食らじゃあね。
んだよね。え、脱出の仕方？待って。うっ、びっくりした。うっそ。超食らった今。脱出の仕方。とりあえず市場あれなんかってなんだろう、ん、鹿の糞、お腹が空いた、市場に行こう。もう俺1時間くらいやってる？あれ？どういうこと？あの時間って何だったの？ましょう。分けるときどうすんだろうね。わーいのひさん、53分。ん？もう開けたいんだけどさ。え？なんかどこ行っちゃった？びっくりした。これさ、これ、え？ん？これどうすればいいの？地上に置いとけばいいってこと？そういうことなのか。入れとく。でもさ、分けたいんだけど。分けるのにはどうやったらいいんだ。いや、まあいいか。一枚。入れとくと、その時間になると勝手に売ってくれるってことなんだね。そう、入れておくそう。そのクソ持っとこう。保証とかって高いの。まあ、とりあえず1200とか。いいんじゃね？これで。わーいのひさん、誰が買うんだろう。乙女 V ライバーさん、ハートありがとう。これあれかな。ん？今なんか画面がおかしくなった。乙女 V ライバーさん、これ桜子かな。ハートありがとう。誰が買うんだろうね。買った人を見たいよね。もう時間が来ると売られるってことなんだ。なんだ、使えるじゃねえの。え？時代の祭壇。獅子村さん、こんにちは。もう獅子村ないちゃん、お久しぶり、いらっしゃい。ついに発売ワールドは発売したわ。俺だけ。
あ、でもこれでも好きなアバター使って、あ、そうやって売れるっていうあれもあるね。自分、こういうゲームがいっぱい出てくると、自分が作ったり、買ってきたアバター、デジタルデータの使い道っていうのがちょっと出てくるよね。進化させるには石と原木も必要。お金も必要。100が必要。進化させると一気にこう、作れるものが増えるってことか。すご。もうなんかついていけなくなりそうだな。とりあえず石と原木集めるか。石。とりあえずなんかね、日が変わるとか、また復活してるよね。意外に貝が高く売れる。これ壊せない。たまにこの腕の動きがおかしくなっちゃうのはなんだかわかんない。今腕全く動いてないような状態。なんだ、斧がもうじき壊れて、いいよ、壊れて、壊すまでやってみようぜ。かなり気取れ。パンチ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 。もうパンチの動き出てないもんね。パンチ。パンチで動き壊せんのかな。なんか人の糞がいっぱいおってる。ああ、でもこれ地道な作業にはなるよな。この、グッ。壊れた斧ってどうすんだ？別に、そのまま残ってんの？なくなんねえんだ。壊れた斧って、なんか修理できたんだっけ？修理。あ、修理して使うのか。最大耐久値が減る。ん？注意しない方がよくね。60、60、45。だよな。修理したら一応売れる。うん。もう時代進化されちゃうか。時代進化しちゃったぜ。
なんで腕が動かなくなっちゃった。あ、急に銅が増えた気がする。あっこさん、こんにちは。あっこさんいらっしゃい、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶり。今ね、クラフトピアっていうゲームをやってるんだけど、自分のアバターがね、こう、持ってこれるゲームなんですよ。まあ、あの、公式でやってるわけじゃないんだけど、モッドっていうのをね、なんて言ったらいいか。誰かが作った。青銅器時代に。石器時代って言ったかな？で、時代を進化させるには、こう、なんか小麦粉、次には探知機。いきなり探知機とか、そんなものを作るのか。にゃんこさん。にゃん。にゃんこちゃんいらっしゃい。お久しぶり。今、でも今この時代何が作れるものか、どうやって見るんだ。あっこさん、あ、ほんとだ。ダーダダシール。にゃんこさん。いるぞ。こんな時間に珍しいですね。そう、このね、クラフトピアっていうゲームはね、にゃんこさん、面白そうだったんで。こんにちにゃっつ。お、お、監禁された。監禁された。監禁されて、お金はどこに？お金はどこに？お金はどこに？俺が今お金をいくら持ってるのかわからねえ。あ、オルトプラス。あ、こういうことね。半分がコントロール。ああ、そういうことね。理解。X で落とす。真ん中クリック正解。今お金がどのくらいあるのかわかりません。今俺はお金は、斜め床を設置。毎週毎日。成長の、え、空、あ、あれか。あそこに行ってアヌビスに会うんだ。それが天狗の祭。帽子屋。象の鍛冶。石の炉。これだ。銅などを炉で溶かしてインゴット。あ、そういうことね。もうマインクラフトと一緒だね。あっこさん、落ち葉を発です。ああ、そうだね。星を投げると落ち葉が舞ってきます。これで、とりあえず。え？え？なんだ？裏返った。どういうこと？わあいの日さん、これも一種の異世界生活やな。そうだね。持ちはの V さん。バーチャルバーチャル。こんにちジェッツ。持ちはむさんいらっしゃい。
もちハム V さん。ご自身のアバター入れられるの良きですのだ。ねえ、いいよね。場所は悪かったんか。インゴット。よし。で、銅の鍛冶屋を作っていくとか。まだチュートリアル抜けてない感じはする。卵焼ける。卵焼ける。鶏の卵。まあいいや。人間の卵だ。人間の卵を焼いてみる。まあ、こんなもんか。こんなもんかな。こんな世界です。皆さんもよかったら、やってみてください。あとは特に新しいものは、なんかスクショ撮っとこう。これいいや。あっこさん。え。え。え。なんか言ったっけ。とりあえず、ちょっとね、新しい展開に行くには、時間かかりそうなんで、そろそろ1時間くらい配信したんで、今日、とりあえず今は、こんなもんにしとこうかな。はい、というわけで、狼がクラフトピアを自分のアバターに変えてやってみました。400人のみんな来てくれてありがとう。マナチョコさん、また見せてください。そうだね、またやろうかな。結構地味な絵面になるかもしれない。あとね。ワアイノヒさん、おつじエッツ。今日はね、ナシロちゃんがね、今ガチベに出てて、なんだっけ、養生戦記のやつ。あれ、すごい、多分、だいぶ、激しい戦いになりそうなんですけど、ガチイベ。なんで、今日の V ケット作戦会議は、お休みにします。なので、ちらっと見せとこうかな。あれ。ゲーム終わるときはどうすんだ。ゲーム。さん、お辻エッツ。ゲーム終わるときはどうすんだ。これ、いけよ。閉じたら終わっちゃうから。エスケープ。あ、セーブして終了。セーブしてタイトル読む。はい。ちょっと夜から作戦会議はやんないんだけど、獅子村さん、狼の生態がよくわかります。わかったかな。お疲れ様です。今VK5 の進捗をチロッと見しとこう。ちょっと待ってね。あこさん、なんか、なんだろう、これ。花、ありがとう。花。
こんな感じです。こんな感じ。読み込みめっちゃ時間かかる。なんだこれ。今、なしろちゃんのこの植物の部屋を作った。これか。こんな感じ。ここにどんどん植物が置かれていくと。はい。以上。暴れんぼさん、いい感じの箱には。これほんとね。持ちハム V さん。これほんとこのブース。かっこいいですのだ。このブース置けるのか、めっちゃ不安。ね、かっこいいありがとう。いい感じでしょ、いい感じの箱に。本当にこのブース置けんのかな？すげえ不安だよ。まだ、あれだよね、入稿ツール出てないよね、確かね。もう、4日前なんだけどね。初回入稿。はい、そんな感じで。それじゃあ皆さん、かっこいい夢見て、お昼寝してください。ポリゴン制限とかないん。とりあえずね、アバターの方の制限は7万とか、なんだけど、ブースの方の制限自体はないね。ポリゴン数は大丈夫なんだけど、テクスチャの枚数とか、容量、ハルメンさんいらっしゃい、もう終わるところでした。暴れんぼさん、容量的な制限が一番でかいかな。全然ない W。かきもちさん。あるよ。楽しかった。なしろって書いてある。さん。もう入稿時期とは。このツタとかもね、なしろちゃんとかに手伝ってもらってるし。この、多肉、植物もなしろちゃんだし。この机も作ったのなしろちゃんだし。この、螺旋階段の真ん中の木も、なしろちゃんだし。この、このアバターも、ナショちゃんだし。ナショちゃんアバターに専念する方が全然いいと思うんで。とりあえずは。アバター大変そうだし。ナショめっちゃ成長したな。ね。植物全般、ナショちゃんに任してるし。もう5月からやってるんでな。そう。よく考えたら。そうなんだよ。もう一応入稿タイミングってやっぱ前回と一緒で3回あるみたいだね。ガウニャンさん、はじめまして。いらっしゃい。初見さん珍しい。初見さん珍しいね。ありがとう。来てくれて。でももう終わるところでした。今日はクラフトピアをやってました。自分のアバターに変えてやってました。で、火曜日は毎週、火曜日は定例で VCAT5 の作戦会議をやってるんですけど、今日はダシオミーちゃんがガチイベで大変なんで、作戦会議はお休みです。で、なので進捗だけこう、見せとこうと思った次第であります。はい。ということでね、みんな、突然の配信に来てくれてありがとう。433名の方、ありがとう。来てくれて。じゃあ、今日もかっこいい夢見て、お昼寝してください。それじゃあね、またね、バイバイ、おやすみ。マナチョコさん、オツジェッツ。アバレンボさん、オツです。わーいの日さん、おやすみ。W